こんにちは、ゆりです。ほい、それでは今日も張り切って YouTube ショッピングやっていきたいと思います。よろしくお願いします。噛んだ噛んだはい、今日はですね、スタイルの真似、前回、前々回かな、ちょっと下の概要欄に貼っときますけど、コピー商品とスタイルのコピーは違うよっていう話を、デザイナーさんを挙げながらね、はい、はい、有名なあのデザイナーさんを挙げながら説明をしたと思うんですけど、じゃあ、ゆりさん、じゃあスタイルのコピーってどうするのっていうことで、実際にあのスタイリングを見てもらいながらスタイルのコピーについてお話ししていきたいと思います。よろしくお願いします。前回ののが好評だったんでね、これちょっとやってみようと思うんだけど、大変なのよこれやるの。あの過去の資料とか引っ張ってこなきゃいけないから話すのはさ、そんなでもないんだけど、ということでですね、7つスタイリングかか、作りました。で、今私のユーズドとか、こういうのとかも含めて、分かりやすくスタイリングして、説明していくので、ちょっと見てもらえればなと思います。今日ご紹介するのはシャネル、プラダ、ディオール、イブサンローランですねの4ブランドの、特徴的なスタイルと、そしてそれを使った、コーディネートの紹介になります。はい。で、なんでこのブランド4つになったかって言ったら、今のねトレンドがね、どうもクラシックなトレンドが多くて、ちょっとここに今一つスタイリング、これディオールのスタイリングの、デザイン画なんですけど、こういうなんかねクラシックなお洋服が流行ってるんですよね。はいはいはい。なので割とこの4ブランドがのお洋服が市場に出回ってるなっていうのを、この回を作るためにいろいろ考えてたらそれで気づいたっていう感じですねなので、順番に説明していきたいんですけど、まずは、シャネルなんですけど、シャネルがね、実はマリンルックってよくある、マリンルックってあるじゃないですか。マリンルックって、実はシャネルが、一番最初なんですね。で、彼女の今、プライベートの写真見てもらったらわかると思うんですけど、彼女はね、リトルブラックドレスに代表される、言ったらその、夜ですね、その当時のフランスではまだ戦前、第一次世界大戦より前だから、彼女が活躍した時代はだから、夜は着替えて、ドレスに着替えてパーティーとかねに行くっていう、舞踏会的なところに行くって、社交界に行くっていうのが文化で、昼間もちょっとドレスっぽいコルセットをつけたドレスっぽい服を着るっていうのが一般的な人の、普通のご婦人、貴婦人たちはそうだったわけですよね。見たら社交界と言われる、はいはい、ところではそうだったわけですけれども、彼女は、メンズのお洋服、はい、メンズのお洋服を多用していて、昼間は動きやすいメンズのお洋服をその自身の恋人とか愛人から借りて着てたんですね。でそこから派生してマリンルックっていうのができました。でこう動きやすいパンツにこのボーダーのね、はい、ボーダーの T シャツを彼女は合わせてると思うんですけど、そういうボーダーの T シャツとか、あとね、何があったかな、ボーダーの T シャツが、でもシャネルの過去の写真ではボーダーの今の T シャツがよく見ますね。あとパンツを、はい、パンツルックも当時は珍しかったので、パンツルックも彼女が発明したと言われてます。そして、これもう一枚が、現代のシャネル のこれモデルスナップだと思うんですけど、現代のスナップでもシャネルは数多くのマリンルック的な、デザインテイストですね、言ったら、これスタイルを発表してます。でこれをちょっとなぞらえてちょっとコーディネートしてみました。はいはい。ボーダーのフーディーに、2枚重ねに見える T シャツ、2枚重ねに見える T シャツ、そして下がデニムですね、のコーディネートになってます。で、このブローチとかをつけてるのは、これなんかよりシャネルっぽさを出すために、ちょっとブローチとかをあえてつけてます。シャネルは
コスチュームジュエリーで、あのアンティーク、本物の宝石じゃないコスチュームジュエリーって言われる偽物の、言ったら今で言う偽物のパールの、とかガラスのさ、アクセサリーとかたくさん売ってるじゃないですか。あの本物のリアルのジュエリーじゃない、あの宝石じゃないリアルのものを一番最初に付き始めたのも、彼女の発明なんですね。だからリアルの宝石とこのコスチュームジュエリーって言われるこういう偽物の宝石を混ぜてつけることで、そのなんか社交界に 対する反抗心があって、で、そういうコスチュームジュエリーを生み出したと言われています。はい。で、これマリン、ボーダーのフーディーは7800円、これ韓国ですね。韓国のボーダーのフーディーは7800円、2枚重ねの T シャツ、これはユーズドなので7800円、3330円、そして、デニムですね、ワイドデニムパンツは9800円になっております。でこの海外の商品とあとユーズド、そう私のも含めてユーズドの商品は特に私のやつとかも1枚しかないので、はい、早物勝ちでお願いします。それ以外の下のねデニムのパンツだったりとか今から紹介するもの、このブラストとかも新作なので、この辺は在庫あればメーカーさんを取り合わせできます。はい。で、次に行きたいと思います。次これもシャネルの発明として有名なリトルブラックドレスですね。これも過去 の白黒の写真から見てほしいんですけど、シャネルはさっきお話ししたようにこれよりもシャネルより以前のデザイナーたちはほとんどがコルセットで言ったらマリー・アントワネットが着てるような中にこうガチガチに、はい、女性をね、そうガチガチにこう固めてた下着ですよね、はい、あれから女性を解放したということでも有名です。なのでリトルブラックドレス見てもらったら分かるんですけど、ルーズフィットのシルエットになってるんですよ。なのであんまりこうガチッと女性が出るの体が出るで、ボディーコンシャスというよりはルーズフィットのシルエットがシャネルが最も好んだシルエットですね。なので今リトルブラックドレスって言って、まあ確かにその喪服だったものを、喪服だったドレスに、例えば白と黒のこういう襟にねこういうものをつけたりこういうものをつけたりして、喪服ではない日常のパーティーとかで着れるようにしたのはシャネルなんだけど、今のよくいわゆるよくなんだろうなメーカーさんよく日本のブランドのところがこれはいかにもシャネルのリトルブラックドレスはこれですみたいな感じで打ち出してるのは私から見たら、ちょっとなんか全然ファッション分かってねえなって思ってる実はもうだから歴史のこととかもうちょっと勉強してって思ってる。何様やねんって、それフィギュアの解説の時も一緒だから、でもこっちはちゃんと職業なんでね、はいはい。でリトルブラックドレスって言ったらこのそもそものルーズフィットのシルエットの黒いドレスのことですね。これ1920年代ぐらいに、はい、流行って、ここからどんどん流行っていくんですけれども、これがコルセットから解放されて女性の体をまず自由にしたよっていうように言われています。で、これを、何真似してコーディネートしたのがこちらです。これね面白いでしょ。黒じゃないのよ緑のドレスなんだけど、これの見てほしいのはシルエットです。さっきの白黒写真とシルエット似てませんか。そうなんですよ、ルーズフィットのシルエットのドレスになってます。はい、ルーズフィットのシルエットのドレスになってて、こういうところがスタイルの真似ですよね。はい、ただの黒のドレスだったら真似してるとは言わないんだよ目から目線はい、だからこれはグリーンだけど、シルエット自体はシャネルのドレスの、スタイルを真似してます。そして、この、ボーダーですね、さっき のマリンルックから引き継いでこのマリンルックを取り入れてますね。だからシャネルっていうブランドのマリンルックとリトルブラックドレスの要素、スタイルの要素を真似してこのコーディネートしてるんですね。はい、
説明できた。そう、おしゃれでしょっていうドヤ。だからこれが分かってないと、あの、なんだろう、違う風になっちゃったりするわけですよ。だからシャネルっていうブランドの、そう、マリンルックっていう要素を取る、あのブラックドレスっていう要素を、あの、真似してこのコーディネートを作ってます。そしてさらにシャネル のポイントは、シャネル の昔の写真とか見てほしいんですけど、さっき、言ったコスチュームジュエリーですね、はい、あの偽物のパールを何重につけてたりとか、あのこういうブローチつけたりとか、そういうのはシャネルのまたアイコンでもあるので、こういうのを、対応してちょっ と真似して、こちらもブローチ、はい、つけさせてもらってます。はい、そして次に行きます。はい、で次ですね、次ね、ちょっとだいぶね、時代はね、あの1990年代とかになって、今度、ミューチャプラダのプラダですね、プラダになるんですけれども、これプラダとシャネルの要素をちょっと組み合わせてコーディネートしたら可愛かったので、次ちょっとプラダの紹介に行きたいと思います。はい、でプラダはですね、シャネルへのこの今これは、結構現代のこうだ、ビデオが切れたってことは、いい話をしてるってことだね。大体切れるから、いい話の時に。はい、ということで、さっきと続き話していくんですが、はい、プラダはですね、シャネルをとても尊敬していたデザイナーですね。で、この今のまさに、プラダの、ポスターかな、はい、何かのポスター の画像だと思うんですけど、をちょっと持ってきたんですけど、あの白い襟、こういうね、この襟、はい、こう少女らしいこう襟、はい、とカフスですね、はい、に、シスルーの、これワンピースなのかな、はいはい、でこれシャネルのデザイン、これシャネルの時代はこの白いカフスと白い襟をつけたのはあのシャネルなんですね。で彼女は、自分で、私の黒いドレス、ブラックドレスは白い襟とカフスをつけただけで飛ぶように売れた、パンのように飛ぶように売れたっていう、あのセリフを残しているので、そう、それはあの彼女の発明なんだけど、これを見てください、シースルーにしたのが、これがまさにプラダですね。はい、彼女はとてもシャネルを尊敬していたのと思うんですけれども、あのシャネルを思わせるオマージュをありながら、やっぱり大人の可愛らしさを表現したのが私はプラダだと思っていて、まあその80年代90年代か、プラダの、お洋服が世の中にどんどん、発表されたのは90あの流行り始めたわけですよ。あとブランドの設立はもっと前だから、なんか、世の中にそのトレンドとして流通、注目を集め始めた、まあ、90年代ですよね。90年代から2000年代ぐらいまでの間っていうのは、なんだろうな、その前のさ、トレンドがボディーコンシャスだから、ちょっと可愛らしいって、こういう大人の子可愛らしいみたいなのってあんまり注目されなかったんですよ。でもやっぱりあの女性って大人になっても可愛らしいもの着たいっていう、あのフリルとかね、レースとか好きじゃないですかっていう願望あると思うので、そこで彼女が一気にあのトップデザイナーとしてのし上がったっていうのがあって、こういう大人の可愛らしさを初めて提案したのがプラダと言われてます。で特徴はね、今日私珍しく止めてるでしょ、いつも開けてるのに。あのね、いつもはね、この体型カバーの話になったらまたあの話が前後するからあんまり触れたくないんだけど、ちょっと体型カバーのためにここ開けてるんですけど、プラダは基本的に閉じてます。あのこういう白い襟ついてるカットソーとかめちゃくちゃあるんだけど、あの基本的には前、あの襟元全部締めるっていうのが大体プラダのなんか正統派のルックですね。ルックっていうかスタイルですね。はい、ルックとスタイル同じ意味です。はいはい、でこれをシースルーに昇華させたっていうのがプラダの、功績だと言われていて、で今からちょっと一個のスタイル紹介するんですけど、これはあのこのプラダのこう可愛らしいブラウス、はい、大人の可愛らしさがあるブラウスにこのシャネル あのルーズフィットの、ワンピースを合わせてます。ルーズフィットのワンピースを合わせてます。でシャネルっぽく、シャネルっぽくブローチをつけてるのと、で手に斜め掛けのバッグをこうなんだろうな、クラッチっぽく持たせてるんですけど、
プラダはこうスポーティーのアイテムとの、融合、はい、例えば今みたいにこういうちょっときれいめな服にスニーカーを合わせるっていうようなコーディネートもプラダから発せられてるので、はい、このコーディネートだったらスニーカーめちゃくちゃ合うと思いますよ。もちろんブーツとかきれいめあのパンプスとかでもいいんだけど、ここでなんかスニーカーとかを、まあ、今だったらちょっと厚底のスニーカーとかを合わせると、あ、この人ファッション分かってんなっていう感じになるっていうことです。はいはい、ということでこれはシャネルかけ、プラダの、ファッション、をスタイルを真似した、コーディネートっていう感じですね。はい、で、このプラダ風の、香りフリルブラウス7800円、でこのルーズフィットのワンピース、ルーズフィットのワンピース9800円で、ブローチですね。はい、ブローチこれ韓国のです。これ韓国ので4800円になります。はい、でこれのバッグは私物なので売りません。はい、このブローチも私物だから売りたくないんだけど、まあこれは韓国に行ってまた買えばいいか、渋々売ろうかみたいな感じです。でこれはあのメーカーさんのお洋服になるので、まあ、メーカーさんに在庫あれば完売商品リストに入ってても在庫ありますみたいな感じです。はい、でこれがシャネルかけプラダのコーディネート。そして次ですね、あの次はまさにプラダ のコーディネートとしてこれ作ったんですけど、はい、これも大人の可愛らしさとシースルー、特にこれはシースルー全面に出してますね。オールシースルーのカットソー、オールシースルーのカットソーですね。このオールシースルーのカットソーとかもあのプラダが初めにやり始めたっていう感じですね。でこれにフリルついてるじゃないですか。だからシースルーにフリルって本当にプラダのアイコンみたいな、はい、さっきのシャネルだったりリトルブラックドレスみたいな、アイテムになるんですよ。だから今年はあなんかシャネルとプラダとイブサンローランだな流行りみたいな感じ、あシャネルとあディオールとねだなっていう感じで、今最もトレンドがそれを意識して、お買い物してもらえるとトレンド外さない、エレガンス系のトレンドを外さないんじゃないかなと思います。はいはいはい、で、オールシースルーのカットソーにこれもファーですね。はい、フェイクファーですね。フェイクファーもこれもプラダが多用した、はいはい、ものになるので、はい、このフェイクファーの、ショットベスト5800円、この辺も、取り入れてもらえると今年っぽさになるし、ちょっとプラダ着てるんだなみたいな気持ちで気持ちはねスタイルのコピーをしていいから。あとはこのねワイドっぽい感じのパンツですね。はい、横に脇にフリーツが入っているワイドっぽい感じのパンツなんですけど、これもあのロングスカートじゃなくてあのちょっとパンツになってるっていうところと、あのアシンメトリーで左側はプリーツなんだけど右側はあの通常のなんていうんです、プリーツ入ってないあのパターンって言ってあの形になってるじゃないですか。はいはい、これはもうねみんなに伝わるように考えながら喋るの大変なんだよ、ね、あんまり専門用語多すぎたなと思うからさ。はい、なのでそうです、そう、このアシンメトリーっていうのもあの結構プラダが多用した、はい、多用した手法ですね。手法そう手法ですね、手法ですになってます。でこのアシンメトリーのプリーツのワイドパンツ、はいはい、アシンメトリープリーツワイドパンツ9800円、これグレーと茶色があります、グレーと茶色があります。で、フェイクファーのベスト、フェイクファーのベスト、5800円はこれグレーと白があります、白があります。はい、でオールシールスルーのカットソー、オールシールスルーのカットソーはこれカーキのみですね。あとなんかメーカーさんに白があったって言ってたから白取り寄せようかなと思ってるので、さっきの白いあのフェイクファーに白いあのオールシースルーのカットソーでも可愛いと思うんで、まあ、白でゆりさん欲しいっていう方は、メールか LINE ください。はいはい、で次いきます。はい、次いきます。時間かかってるねかかるね。はい、まだ3つしか終わってない。はい、次
はい、あ、今4つ終わったね。次5つ目、今度ねプラダかけディオール、プラダかけディオールにしてみました。はいはい、これプラダがかけディオールはプラダのさっきのあれですね、あのシースルーの袖シースルーのカットソー、袖シースルーのカットソーですね。これ袖シースルーのカットソーはさっきのオールシースルーは全部透けるんですけど、袖シースルーのカットソーはシースルーっぽい感じだけど、透けません。あのなんで腕が透けないのでトレンドっぽいけど形としてはとっても着やすいと思います。はい、素人の人でもすごい取り入れやすいと思います。はいはい、このシースルーの袖シースルーのカットソーに、ペプラムのスカート、ペプラムのスカート、はい、ペプラムのスカートに、あとこの一番最初にさディオールの、デザインが出したけど、この帽子とバック揃えみたいなのもこれもディオールの発明ですね。はい、でディオールはシャネルの時代にさっき言ったコルセットの解放させたっていう話をしたじゃないですか。でシャネルは戦前の第一次世界大戦の時にすごく実力をつけたデザイナーで、一次大戦、二次大戦、で第二次世界大戦の時に一旦引退してるんですね。でシャネルが引退してから出てきたのがディオールなんですよ。でそのだってせっかくシャネルがコルセットをこう取り外したのにまたくっつけるっていう、うん、それでシャネルがかなり怒ったっていう逸話が残ってるんですけど、まあ、これそれがちょっと見てもらえば分かるんですけど、ディオール の有名なニュールックっていうのはこれ見てもらったら明らかにコルセットハマってるじゃないですか。コルセットハマってないとこのルックできないから。はいはい、でのディオールのニュールックは外したコルセットを再びはめたっていう面白いですねファッションはいと言われてます。でこれをこうもじってるのが今のこの下のペプラムのスカートです。ペプラムのスカート、はい、でこうギャザーで、まあ、この当時はだからコルセットをはめて必要以上にこう体からこう離したようなその何て言うんだろうなドレスを作ってるんだけど、それをまあディオールの要素も抑えつつ、まあ、今の日常でも着やすい形にするためにちょっと張り感のあるこれ素材を使ってるんですね。はいはい、ペプラムのスカート、はい、ペプラム付きスカートで、スカート自体もタイトというよりはちょっと台形になってます。こういうちょっと台形のスカートになってるんで、はい、ちょっとエレガンスで履きやすいと思います。であとはやっぱりねこういうところは現代だなと思うのは、そのペプラムのスカートがもう縫い付けってあるわけではなくて外れるので、肩にしてショールにしたりとかすることもできます。そういうこともできます。そうするとまたこのクラシック的な要素が強くなるので、ディオールっぽさが増すと思いますね。そこにちょっとなんて現代っぽさを足すのにシスルー袖の、カットソーを合わせました。だからこのデザイナーかけこのプラダかけディオールとか、プラダかけシャネルみたいなデザイナーかけデザイナーみたいなのはこうゆりちゃんチョイスまた自分褒めるゆりちゃんチョイスです。でまあこれ見てもらったら分かると思うんですけど、だからシースルー袖のカットソーとかは本当に今までのYouTube ショッピングでも何回か話してるとは思うんですけど、トレンドっぽさがありながら透け感とか、さっきのオールシースルーとかはさもう全部透けてるから結構技いるけど、技がいらないんですよ。でもそれだけ1枚で着てしまえばトレンドっぽさが出るし、そしてなんて言ったらですよね、かといってコーディネートの邪魔もしないし何でも合わせやすい。はい、なので 1枚持っておくことをおすすめしてますというのはそういうことです。はいはい、でそのシースルー袖のカットソーに、あとさっきのイラストみたいにディオールのイラストみたいに、帽子、ファーの帽子と、あとまあこれ全く同じだったらね、ファーのバッグとか合わせても、可愛いんだけど、ちょっとファーのバッグが今ちょっとまだ用意できなかったんで、ファーの帽子とファーの、バッグを合わせてます。はい、で、ペプラムスカートが、こちらが、ユーズドなので、
9800円、4440円で、ファーの帽子も私の譲渡なので、これも、これ8000円か、8000円を、3330円、はい、でちょっとバッグは売りません。でカットソーは、セスルのカットソー7800円になっております。みんなだからさ、こんなに説明受けながらさ、あ、それをそのまま買ってきればいいんだから、めっちゃラッキーじゃない？この企画私すげえ時間かかるからさ、もう今もうなんか20分ぐらい喋ってるから、企画時間も用意も時間かかるし、だから何、なかなかできないけど、そう、もうこれをこのままコーディネートまるっと買ってしまえば、そして私がから聞いたことを喋れば勝手におしゃれな人になれるんで、かなりお得だと思いますよ。はい、知識と物が一緒に買えるんでね。はい、ということで次いきます。はい、次はですね、これディオールになります。これちょっともうね、コーディネートというよりワンピースだけをパシッて撮ったやつなんだけど、これはディオールってこの X ラインとか A ラインとか、この間 A ラインで説明しましたね、アルファベットの I ラインとかアルファベットの AXI になぞらえていろんなデザインを作ったんですね。さっきのニュールックとかもそうですよね。ニュールックも X ラインですね。で、このさ、この今のさ、コルセット見た？あのコルセット現代で来たらお前どこ行くんやねんってなるじゃないですか。だからそれをならずに、今の現代のお洋服はその素材の張り感とかと一緒で、で、その3ディオールのこの X ラインを表現できるようになってるってことが、やっぱり現代の素材はすごく進化したなって思うところですね。進化してるなっていうところですね。でこれ選択できるかな、ちなみにこれも選択できます。うちのお洋服全部選択できます。さっきのペプラムのちょっとゴージャスな、デコラティブなスカートですら選択できます。はい、洗濯機でね、はい、洗濯機で回して大丈夫よ、みんなだから。ネットには入れてほしい。はい。そうなんですよ。で、この脇のね、このベルトと、はい、このベルトでキュッて締めることと、後ろのシルエット、後ろのね、シルエットをね、知りたい方は、前回の私の動画見てください。はい。これ着てるから。はい。と、この2箇所でですね、はい。ウエストをギュッと締めるデザインになってますので、で自然に下に広がりができて、このエレガントなラインを、このニュールックのようなエレガントなラインを生み出すっていう風になってるんですね。素晴らしい。はい、なのでまあ言ったらこのシルエット流行りってことですよ、今年は。でこのもうちょっとなくなったけど、サテン切り替えのスカートとかもそうだったし、そうなんです、ちょっとディオールっぽい形今流行ってるので、それちょっと覚えておいてもらえたらいいんじゃないかなと思います。でこの脇についてるね、ベルテッドってベルトがあるでしょ、これは実はイヴ・サンローランの発明で、イヴ・サンローランは実はディオールの弟子なんですね。はい、だからディオールの弟子で、ディオールにの2番目のデザイナーです。ディオールの死後デザイナーになったのがイヴ・サンローランですね。ディオールのね。はい。だからクリスチャン・ディオールっていうブランドの2代目のデザイナーとしてイヴ・サンローランがいて、で、そこで彼がまさにこれは、イヴ・サンローランがディオールでデザインしたと言ってもいい感じの形の、ワンピースです。はい。はい。なのでイヴ・サンローラン、昨日インスタに上げたけど、なのでそれもあってイヴ・サンローラン風ベルテッドワンピースって書いてあるんですよ。イヴ・サンローラン風でベルテッドワンピースって、はい、がこれも9800円です。9800円。だからこのさ、デザイン説明聞いてさ、この感じを聞いてさ、これが9800円で買えるってすごいお買い得だと思うよ。そこら辺の通販よりだいぶお買い得だと思いますよ。押す。はい。と思います。自分で言うのもなんだけど。はい。
あのそうなの、だからそれぐらい考えながら私買ってるっていうことです。あの買い付けの時にも、はい、あとスタイリングこうやって考えてる時とかもそういうのとかも考えながらやってるから、なんかねお客さんのこれ大丈夫は何人かあの よくお洋服屋さんにゆりさんの服褒められますって、そりゃ褒められるでしょうねって私は思うもん。そんだけあの洋服の勉強してる人が今そんなにいるわけじゃないからね、はい、なのでまあ、そこら辺の販売員の人よりはもう全然知識があるのはあの自信があります。はいはい、なんだったらなんだったら対決するって感じしないけど知識がある自信はある、はい、ということでそういうの考えながら作ってると買うと、これ本当にねよくできたワンピースだと思います。これ9800円で安いと思います。はい、で次はねあのまさにこのワンピースを使ったサンローラン風のコーディネートになります。でサンローランはクリスチャン・ディオールからっていうブランドのデザイナーチーフデザイナーですねになってから、その後に自分のイヴ・サンローランっていう、イヴ・サンローラン号種ですねを立ち上げるんですけど、イヴ・サンローランになってから、まあディオールって言ったらそのクラシカルで女らしいがテーマなわけですよ。はい、さっきのシャネルとディオールの話また最後するけどみたいにね。だけどあのイヴ・サンローランはどっちかというとあの、まあ、自身も男性であるし、マスキュリンってちょっとかっこいい感じ の女性らしさとかっこよさを混ぜたっていうような形 のスタイリングを得意としてます。なのでさっきの本当にあの女性らしいエレガンスっていうよりはちょっとこれかっこよさが入ってますね、このコーディネート、はい、イヴ・サンローランのコーディネートで、マスキュリンを強く打ち出してます。これセンタープレスのパンツと、あとこれあのベロワですね、はい、ベロワシスルカットソーですね、ベロワシスルカットソーを と,、このベルテッド、ベルテッドってベルトっていう意味ね、そうベルトでこうウエストマークしたりとかベルトのデザインを取り入れたりしたのがあのイヴ・サンローランの功績と言われてるから、このサンローランっぽいベルテッドのこの、ディティールと、サンローランっぽくこのワンピースにパンツを合わせてみました。こうセンタープレスのパンツを合わせます。これもちょっと私物だけど売る。でこれはこれは5800円、これ5800円、はい、9800円、5800円、5800円、はい、で、センタープレスのパンツ5800円、これねウエスト67です、私の私物なので。で、ベルテッドのワンピース、ベルテッドのワンピースは9800円、さっきと一緒ね。でこのベロワのインナーですね、ベロワのインナー、はい、ベロワのシースルーインナーは5800円です。これはブルーとグレーがあります。これあと1点ずつで終わり、これも キープした分あと1点ずつで終わりなので、欲しい方は早物勝ちです。で、これ見てもらったら分かると思うんですけど、このベロワのさインナーってさこう光沢あるじゃないですか。だから今こうインナーに今着た合わせたらあの光沢であの外のねあの羽織ってるものとの色の違いとかがすごくはっきり出るんですよね。こういうところも高級感があるコーディネートだったりおしゃれさになるので、はい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 、はい、大人の、コーディネートのポイント皆さん3つ何でした？はい、まずは高級感がある素材、はい、2番目は着やすさ、そして3番目は体型カバーでしたね。はいはい、これをクリアしてるんじゃないかなと思います。はい、そしてね最後にまあこれねイヴ・サンローランとクリスチャン・ディオールは男性だったっていうことですね。はい、でプマだと、シャネルは女性なんですよね。だから女性デザイナーと男性デザイナーがちょうど2人で今日は分かるで紹介したんですけど、なんか男性デザイナーの特性と女性デザイナーの特性がすごく出てたんじゃないかなと思います。なんか女性はやっぱりプラダやシャネルのようにあのいつまでたってもあの可愛らしさとか女性らしさとかを求めるし、
でもやっぱり着やすさとかも大事なんですよね。このブラウスもやっぱさっき洗濯できるって言ったじゃないですか。これオールポリエステルで洗濯できてアイロンがけもいらないんですね。こんなにフリルついてるのにね。はい。でいうのをやっぱりその日常としての着やすさを求めたのがやっぱり女性で、でやっぱりね、ディオールとかね、サンローランとか、特にディオールは外したコルセットはめたでしょ。だから、やっぱり男性は女性にこうなってほしいっていうものを求める、デザイナーも求めたのかなっていうのは、これは私の個人的な感想です。はい。ということで、もうまた30分以上にこの動画になったし、こっから編集して何時間になるんだろうね。めっちゃ大変。はい。はい。まあでもちょっとやっていきたいと思います。はい。で、次回は、はい、ゴルチェ、ベルサーチ、ビビアン・ウェストウッド編をちょっと今やろうかなと思って、ちょっと、お洋服の準備をしておりますので、また次回楽しみにしておいてください。そしてですね、京都の今週末の日曜日ですね、はい、はい、京都のタダスの森で、はい、10時から4時という時間帯で、ご飯会じゃないよ飲みの市に出店します。ここに出しとくね。はい、ここに出しとくので、はい、もしお時間がある方はぜひ実際にお洋服、こういうね、お洋服見に来ていただいて、手に取って買っていただけたらと思います。でさっきも言いましたけど、ユーズドと外国のお洋服に対しては関しては早い者勝ち、メーカーさんの、お洋服に関しても、もう早い者勝ちになってますので、そうワンピース、さっきのシャネル風のジャージーワンピースとかはもうないって言ってたから、もうあれもこの1点で早い者勝ちになりますので、皆さん、はい、はい、お早めに、はい、メールか LINE で、お問い合わせお待ちしております。はい、商品名、色、値段を書いてメールして、メールか LINE していただくか、LINE だったら写真をスクショをね、そのままこれが欲しいですってスクショを送っていただいても、 LINE だったらやり取りがしやすいので、はい、LINE スクショ送っていただいても大丈夫です。追ってご買い上げ方法を、ご購入方法をこちらからお知らせします。ということで皆さん、今日はこの辺で終わっていきますよ。はい、サダスの森の、博覧会、サダスの森の博覧会の、はい、宣伝を今日7時からYouTube じゃないや、インスタの、インスタグラム、ファッションの方のインスタグラムの方で、3人で、はい、一緒に参加するちえさんって陶芸作家の方と、コズメさんと3人で、はい、ライブ配信しますので、はい、またそこではね、雑談とかも、楽しんでいただけると思いますので、皆さんね、はい、ぜひ、ライブ配信も参加してください。ということで、この辺で、ね、今日は終わりにしていきます。またねー。バイバーイ。長くなった。バイバイ。じゃあね。See you.